アソシエーションフットボールクラブウィンブルドンはイングランド、ロンドン、ウィンブルドンを本拠地とするサッカークラブチームである。2021から22シーズンはフットボールリーグ1に所属。ウィンブルドン地区には1899年創設のウィンブルドン FC というプレミアリーグの在籍、FA カップ優勝経験も持つ歴史あるクラブが存在していたが安全性に問題のある。 立ち見席を廃したスタジアムを用意することをイングランドサッカー協会から求められており1991年まで本拠地だったプラウレーンからセルハーストパークをクリスタルパレス FC と共用し2002年まで使用していたグラウンドシェアの解消をするためクラブは2003年9月にミルトン・キーンズに本拠地を移転2004年6月21日には正式に ミルトン・キーンズ・ドンズ FC に解消し、ウィンブルドン FC としての活動を停止。これにより、ウィンブルドン FC を名乗るクラブは消滅した。一方、ウィンブルドン地区からの移転移行を発表したクラブに、強く反対して激怒したサポーターにより、2002年に AFC ・ウィンブルドンが設立され、地域リーグのコンバインド・カウンティーズ・フットボールリーグからスタートした。 2004年のウィンブルドン FC からミルトン・キーンズ・ドンズ FC への解消後は、旧来のウィンブルドン FC サポーターの大半は、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC は、ウィンブルドン FC の遺産と伝統を代表していないと感じて、ミルトン・キーンズ・ドンズへの支持を撤回し、AFC ・ウィンブルドンを、ウィンブルドン FC のフェニックスクラブとして支持することとなった。2002年から2004年まで、 足掛け3シーズンにかけてリーグ戦78試合連続腐敗を達成しており、これはイングランドの全カテゴリーに所属する全フットボールチームの中での最長記録である。2008から2009年シーズンにカンファレンスサウスで優勝、カンファレンスナショナルへの昇格を決めた後、2009から2010年シーズンの8位を経て、2010から2011年シーズンには2位に入り、 昇格をかけたプレイオフでルートンタウン FC に PK 戦で勝利しフットボールリーグに4部相当への昇格を決めた。サウスロンドン、ウィンブルドン地区のファンたちが努力を結集して立ち上げゲーム会社であるスポーツインタラクティブ等による講演を受けて躍進してきたクラブであるため非常に熱心なファンも多い。ウィンブルドン FC の後継である MK、ドンズがライバルであり、 2012年12月2日には対戦が実現した。ウィンブルドン FC の愛称であったドンズをミルトン・キーンズ・ドンズが名乗っていることを一部ファンは容認しておらず、ウィンブルドンサポータークラブ等は AFC ・ウィンブルドンを唯一のドンズと主張している。 一試合最多観客動員数、一試合最多得点勝利試合、一試合最多得点勝利試合、一試合最多失点敗戦試合、一試合最多失点敗戦試合。ありがとうございます。